分科会を再開いたします休憩前に引き続き質疑を行いますそれでは江本委員どうぞ、はい、江本委員よろしくお願いします、えー、先ほど富議員のあの質問に対するご答弁で 京都市の標準仕様、公園トイレの標準仕様をあの変えるとお聞きし、えー、とても嬉しく思っております、やはり不安を抱いておられた子育て中の保護者の方々があの声を上げられたこと、えー、この要望がね、えー、実ったと思っております。そしして私もここのトイレ、えー、ずっとととおかしいということ、あのー 指摘をあのさせていただいておりましたので、えー、本当に嬉しいです。あ、えー、とね入り口別々というのは本当に防犯上、えー、重要です、えー。それに関しまして、えー、このあのー、トイレの問題、えー、そして老朽化した公園の問題について質問をさせていただきます。えー、補正額として一億一千万円多くの方々が、えー 憩いの場で利用する公園における遊具の充実、トイレのリニューアル等を進めるということで、現在、建設局所管の公園施設は931公園ある中で、4年後には50年を超える公園が4割あると、約400の公園が対象となっております。 今回、落斎ニュータウンの公園や、子ども真ん中公園魅力アップ、えー、プロジェクトで補正が、あの、組まれましたが、やはり本予算でね、全面的に遊具やトイレ、えー、老朽化している公園の改善が必要ではないかと思うのですが、えー、今、この、えー、ね、あの、4年後には、 50年超える公園4割、これ、どのように進めて、この改善についてね、どのように進めておられるのか、お聞かせください長田室長。はい、ありがとうございます。えー、とまず、建設局が所管する公園の数でございますけれども、これは931ではなく934、これは、えー、令和4年度末現在でございます。えー、それから 本予算で全面的に再整備を進めていく方針についてどのようなことかというご質問かと思われますけれども、えー、まずですね、本予算の取り組みにつきましては、えー、さ先ほどもご説明を、えー、させていただいておりましたが、えー <coughs> 今回の補正予算の考え方としましては、子育て、教育環境のさらなる充実、落差地域をはじめとした持続可能な地域づくりの推進による人口減少の推進があります。これを踏まえまして、建設局として、落差地域における公園に重点的な予算が配分されておりまして、それに加えて人口減少対策の推進ということで、地域全体に関わる公園に関する取り組みとして、緊急性の高いもの、それから全市的に免疫があるものということで、梅工事、それから宝岳公園の 優遇の補修をさせてていいただいておりますまた、先ほどもご答弁申し上げましたが、特にその中でも国庫補助事業になじまないものとして計上させていただいておりますので、その説明もいたしましたが、再整備、全面再整備ということは、国庫補助事業に基づいてです、ね、乗っ取ってですね、活用して進めていく事業の形態かと思っておりますので、今回の補正の計上につきましては、そういったものではないということでございます、以上です。江本委員 分かりました、まあ、あの本当に各地域からね、えー、老朽化しているトイレの要望というのは、あの相次いでおりますので、えー、ぜひこれ、進めていただきたいと思います。えー、また、あの今回、リニューアル設計が、えー、と見積もられている、境谷公園のトイレは、あの男女共用なんですよね。で、やはりトイレで発生する犯罪として多いものというのは、 後ろからついてきた人に個室に押し込まれるというものです盗撮も増えている中やはり男女別ゾーンディフェンスはあの絶対に必要です えーね、これ、先ほどこの面積的にもね、可能なら入り口も別々にしてほしいという質問を考えてたんですけれども、まあ、これが別々になるということ、まあ、これ、面積にもよるのかどうか、そのこともちょっとお伺いはしたいんですけれども、えー、今回ね、この、あのー、 境谷公園、えー、ここは、あの、男女共用ということなんですけれども、あの、新林の、新林池公園、えこれ、洋式化ということでのこの設計になっておりますが、ここは、あの、男女共用なんでしょうか。永田室長。はい、えー、新林池公園のトイレの構造につきましてかと思います。えー、こちらにつきましては、 えー、男子用小便器、それから女子用トイレ、女性用トイレ、それからバリアフリートイレ、この3つがございます、ただし、えー、とすあ失礼しました、えっと、様式化されているものが、えー、バリアフリートイレのみということになってございますので、女性用トイレを、えー、バリアあ様式化する、この費用を計上させていただいております。山本委員 えということはあの、男性用の小便器とえ女性用のトイレが背中、女性用とは限らないですけど、背中合わせになってるっていう感じですかね中田室長えと構造の入り口につきましては、いわゆるえ標準タイプ、これまで、えー、運用していた標準タイプと同じ形で、便器のみ、えー、和式になっていた、このようなものでございます。山本委員 ありがとうございます。えー、本当にね。あと、あの、前回も質問をさせていただいたんですけれども、えー、この、あの、京都市の標準仕様という、このリニューアルの設計ですけれどもね、えー 男性はあのー、小便器のみということで、えー、バリアフリートイレに行かなければあならないというものなんですが、あのー、これを前回も言いましたけれども、この小便器をやめて、えー、大便器に、大便、洋式にね、 変えることできるんじゃないかなと思います。え、家では、あの、皆さん、あの、洋式トイレだけですよね。えー、そうすれば、本来バリアフリートイレを必要とする人が、あの、待たねばならないということ自体はね、避けることができるんですけれども、これそんなに費用変わらないと思うんです。すげえ変えるだけなんで、えー、いかがでしょうか。長田室長。はい。えー、公衆用トイレ、いわゆる、 えー、不特定多数の方がお使いになられるトイレにつきましては、やはり衛生面での、えー、懸念、これが一番最も大きなものかと思われます、こうした中で、ですね、えー、利用頻度の、まあ、比較的低い男性用につきましては、小、えー、便機の方が望ましいんかなと,、えーまあ、ということを考えてございます。本委員 ちょっとこの、この考え方はね、やはりちょっと変えていただきたいなというふうに、えー、思います、えー。このバリアフリートイレは、あのー、 ベビーベッドもありますし、おむつを交換するね、えー、若い女性、あの、お母さんも使われますし、えー、様々な方々が、あのー、利用されるところです。えー、男性用トイレが、えー、様式化すれば、あの、男性はそこへ行く必要ないんで、えー、このことを、あの、強く求めておきたいなと思います。えー、やはりね、あのー、あと、 今回、リニューアルをされるという中で、どんなものが標準仕様ということで、資料を請求させていただいたとき、あの、前回、女性用のトイレに物置があるのは、あの、とても危険ではないかということを、あの、私、質問させていただきました。今回、えー、リニューアルされるところでは、女性用のトイレには物置はなく、このバリアフリーのところに物置が設置をされるというふうな この図面になっておるんですけれども、えー、このこともあの変更されたということで、えー、納得してよろしいでしょうか長田室長、はいえー。ご質問いただきました時のトイレの用使用につきましては、女性用トイレに収納スペースがございましたが、えー、資料を出し捨ていた時点といいますか、もうそれはすでにもう、この令和、えー、30, 年30年ほど以降。 ですね、これ以降につきましては、えー、収納スペースの設置をバリアフリートイレの方にしてございますので、今、えー、10月にご,ご披露いただきました図面ですね、あの通りのものが現時点での標準形ということで、収納スペースはバリアフリートイレの方に設置するのが標準としております元委員。えー では、ね、またあのこのバリアフリートイレにあの設置をされている収納スペースについても、あの人が入れないようにあのしていただきたいなというふうに思います。えー、本当にね、あの公園という公共施設、これ、子どもにとっても、その親にとっても、人と人の触れ合いの場であり、遊びの場であり、育ちの場でもあります。またあー 高齢者も、あのー、含め市民の憩いの場です。本当に大切な場所です、えー。維持管理してくださっている職員の皆様には本当にお疲れ様ですと言いたいです、えー。そして安全でみんなが、あのー、過ごせますよう予算をしっかり取っていただき、えー、全地域の老朽化した公園の改善を求めて終わらせていただきます。進行いたします。 松田委員、松田委員どうぞ。よろしくお願いいたします。えっと先ほど都民の方からトイレの、えー、トイレのリニューアルで中央公園のリニューアルな話がございましたけれども、えー、山市区の区民の皆様方のあの。あ 長年にわたる願いでございますのであのしっかり整備していただきたいと思います、まあ、私をはじめあらゆる山下区選手の議員の方々が、まあ、それぞれの支援者の方々また地域の方々からあのご意見ご要望を受けたまっておりましたのでよろしくお願いしたいと思います えー、それでは今回の補正では、まあ、子育て世代の移住定住促進につながる、まあ、魅力的な町の実現に向けて遊具の新設や補修トイレのリニューアルを進めるための予算が組まれておりますまずはじめに基本的なことをお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、不具合が生じている遊具に関しまして、まあ、通常の点検作業で見つかる場合と、まあ、公園愛護協力会等や市民の方々から連絡を受ける場合と、まあ、その程度について お聞かかせいただけますでしょう永田室長、はい。遊具の不具合の把握状況です、ね、についての質問かと思います。令和4年度末現在、建設局934公園にです、ね、約4000基の遊具を管理してございます。 えー、令和4年度の1年間でございますけれども、えー、公園愛ご協力会も含めました、えー、公園に関する市民要望としていただきましたのは、約5000件でございます、えー、それからさらにパトロール等によります実施100件での1万件と合わせまして、ですね日々、公園の適切な維持管理に努めている、このような状況でございます。 そのような中ですね、遊具の不具合を確認した場合におきましては、公園利用者が安心安全に利用することができないと判断した場合は、直ちに当該遊具を使用中止するとともにですね、速やかに部品交換等の補修を行い、早期に利用が再開できるように取り組んでいるというところでございます。またですね、工事発注により更新するなど、更新に時間を要する場合につきましては、 えー、現地に補修時間を、えー、お示しした案内看板を設置するなどです、ねえー、公園利用者への情報発信にも努めている、このような状況になってございます、以上でございます松田委員、はいえーま。点検される中で、あの現在、使用禁止になっている遊具とあの、修繕が必要になっている遊具っていうのは、ま、どのくらいあるのか。また あの各行政区別の数っていうのはあのわかるものでしょうか。長田室長。すみません、えー、行政区別の数とかですね、ちょっと現在手持ちには持ちお持ち合わせしておりません。松田委員、それはあの資料としてあの要求すれば提出してもらえる把握されているものでしょうか。

えー、伏見区で三公園三基が今現在使用中止になっている優遇でございます。もあまたは、えー、撤去済みの優遇となってございます。以上です。松田委員、えー、修繕が必要なものっていうのもわかるんでしょうか。長田室長はい、あのー、今ご示し,したものが早急に修繕が必要なものということでございます。松田委員。 あのえっと、早急ではないけれども、まあ、直した方が安全だなっていうのもあるんですか。長 <laughs> 田はいもちろんあの、それはございますけれども、なかなかそれは優先度的にですねあの後ろに回ってしまうようなこともございますけれども、まあ、できる限りですね、あの速やかにやあの対応してまいりたいと、このように考えでございます松田委員。まあの えー、市民、区民の皆様方にとっては、まあ、子供たちの遊び場が、まあ、少しでもですね、遊具がまあ資本禁止になっていたりとか不具合がある場合も、あの早く直してほしいというような希望もあると思いますので、まああの しししっかり対応していいいいたただけるようにお願いしたいと思いますあの今回あの、子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトの推進として、まあ、事業概要があの掲載をされておりますの。プロジェクト第1弾として、まあ、梅小路公園、子どもの楽園の遊具補修が行われますけれども、まあ、この梅小路公園の滑り台の補修につきましては、我が会派の西山議員も地域の皆様方のご意見を伺っておりましたので、まあ、早期の補修をしっかりあの要望させていただきたいと思います。でまたあの人口減少 対象対策および子ども真ん中社会の実現への視点から、公、ま、園、あ、作りを進めていかれるということですけれども、まあ、不具合がある遊具の補修をすれば、まあ、その対策になるということではないと思いますけれども、まあ、第2弾、第3弾と続くのであれば、まあ、どのような基準で、またどのような考え方で今後、進めていかれるのか、お聞かせいただきたいと思います永田室長。はい、えー、まず 子ども真ん中魅力アップ公演プロジェクトにおきまして、落斎のほか、ですね、まあ、こういった取り組みを、えー、ぜひ要求していきたい、このように考えてございます、えー、人気のあるもの、それから、えー、人気のある公園ですね、申し訳ない、利用者の多い公園また人気のある公園だけではなく、ですねやっぱり日々の公演で皆様方にお使いされているかとございますので、まあ、第2弾、第3弾におきましても、ですねしっかりと予算確保をして、えー、公演の魅力アップにつなげてまいりたい、このように考えてございます。 松田委員その第2弾、第3弾に行く場合は、えー、利用者が多いとか、人気が高いとか、あのー、各行政、市、まあ、域内全部で、えっと、検討した上で、今後考えていかれるというので、よろしいですか長田室長。ありがとうございます。あのこ子ども真ん中公園恋魅力プロジェクトですね、まあ、これはあのこの中に、落斎の地域の取り組みもあの含めてございますが、えー 先ほど都市計画局の,方の問い合わせのご答弁にもありましたが、やはり、えー、都市計画変更をして、子ども、えー、それから子育て世代を誘致していくということの外側を沿線を抱えております山品区域でありますとか、また伏見のあたりでありますとか、またそういったです、ねえー、京都市全体の施策に合わせる形で,です、ねえー、ピックアップはまずその、そういったことも含めた総合的な判断から、単に老朽化だけではなくです、ねえー、見ていきたい、このように考えてございます。以上です。松田委員 今ご答弁いただきましたけれども、この人口減少アクション、アクションですね、の中に、あのまあ、この社会動態の増減率を見ますと、行政区別の見ますと、まあ、低い順から西京区で、東山区、伏見区と山科区がほぼ同率でございます。 でこの、まあ、人口減少対策とか若者子育て世帯の移住定住対策とかまた子ども真ん中社会の実現を考えるならば、まあ、今ご答弁いただきまして希望,ある希望があるなというふうに私も思いましたけれども、まあ、この私の地元山科区をはじめとするこの周辺地域の公園そしてこの遊具の魅力アップもご検討いただきたいと考えますけれども再度ご答弁いただいてもよろしいでしょうか永田室長 はいいありがとうございますそういったですねあの市内周辺部も含めまして、ですね、えー、しっかりと充実した予算確保に努めてまいりたい、このように考えてございます松田委員。あの今、予算確保に努めていっていただけるというご答弁いただいたわ,わけですけれども、まあ、これ、来年度予算も、まあ、これまで以上に組まれていくというふうに期待をするところです。あの移住定住定若者の世帯の方々が、まあ、選ばれる 地域は必ず公園というのは上位に入ってくるように思いますのでぜひこの、これまで以上に倍以上の公園の予算確保していただきたいと期待をするところですけれども現在の方向性、見解をお聞かせ,してお聞かせいただいて質問を終わりたいと思います。永田室長田 はい、えー、令和6年度予算につきましては、まあ、これ、今が現在、作業中ということでございますけれども、えー、今、議員ご案内のとおり、ですねしっかりとこれまで以上にできる限り充実した予算の確保、これに努めてまいりたい、このように考えておりますす以上ですよろしくお願いいたします。終わりまますす進行いたします久保田委員 どうぞ私からはですね、えー、子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトの推進について、えー、少し、えー、ご質問させていただきたいなというふうに思いますあのーまあ、これまで、えー、何人かの委員、えー、の方々から、まあ、同様の質問が、えー、ありましたが この補正予算に計上されているこの子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトに関連して、ですね、まあ、あの目的についてはこれまで答弁えあったかと思うんですけれども、ちょっと改めて、どのようなまあきっかけでまあこのプロジェクトに取り組むことになったのかというのは、ちょっと改めて確認させていただいてよろしいでしょうか田室長田、はいえー、子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトに取り組むことになったきっかけということでございます。 本市の人口減少対策の一層の推進と強化を図るという観点からですね、令和5年5月に総合企画局の人口戦略担当を令塔にですね、市内の関係部署の実務者で構成する人口減少対策タスクフォースが立ち上がりまして、建設局の方からも参加さ,参画させていただいております。 このタスクフォースにおきましては、結婚、出産、子育て期の人口が近隣都市へ大きく転出していることが、近年の人口動態におきます主たる課題の一つというふうに分析しておりましてですね、暮らしの拠点として京都市が選,べる選ばれるためには、若者子育て世代のニーズにより合致した居住環境と教育子育て環境の実現し、質を高めていく取り組みが必要との議論に至ってございます。 そうした動きをとらまえまして、ですね建設局におきましては、公園の魅力向上を通じて、遊びたくなる、それから行きたくなる遊び場の充実を図り、若者子育て世代の移住・定住促進につなげられるよう、子どもまん中公園魅力アップ,プロジェクトに取り組んでいる、このような経過でございます。高田委員 はい、ありがとうございますあの、まあ、その人口減少対策の一環としてです、ねまあまあ、しっかりと取り組まれているんだなというのもちょっと改めて確認ができたところでありますけれどもあのしかしながらです、ね、この今回の補正予算については遊具、補修など、まあ、ハード整備に関わる、まあ、その予算が継続されているというふうに確認をしているところではありますがあの本来です、ね、この子ども真ん中 社会まああの子ども真ん中っていう部分を歌うのであればですねその子育ての世代であったりとか子どものニーズっというところをです、ね、やはりあのしっかりと把握していくまあそういう部分の、えー、働きかけっていうところも必要になってくるのではないかなと思うんですがその点などはいかがお考えでしょうか。長田出場、はい 子育て世代や子どもたちのニーズの把握についてのご質問かと思いますこれまで公園の再整備を行う際にはですね整備内容につきまして地域住民の 皆様や公園愛ご協力会で活動されている方々とワークショップを開催しましてですね、ご意見やご要望をお聞きして、対応可能なものをできる限り反映するなど、公園の利用者の特性や利用実態に合った形で整備できるよう取り組んできてまいりました、このようにですね公園利用者のニーズを把握する取り組みにつきましては、今後も工夫しながら、より多くの方からご意見をいただけるように、継続してまいれる必要があると、このように考えてございます。 子育て世代や子どもたちのニーズ把握につきましてです、ね、今後の公園づくりにとって非常に重要と考えてございます例えばです、ね、子ども若・えー、子ども若者育み局がです、ね、本日から実施しております子ども・若者にかかる時期計画策定に向けたアンケート調査こういったものを実施されておりますがこの中にも公園、ね、に関する設問ですねこういったものを追加していただくなどです、ね、他局との取り組みともしっかり連携しつつ ですね、子育て世代をはじめといたします、公園利用者に対するニーズ把握に努めているところでございます。以上です はい、ありがとうございます。あの、やはりそういう、あの、他局、まあ、子ども門派国民局との、あの、アンケートでの連携など、あの、今確認をさせていただきましたけれども、やはり、あの、そういうですね、他局との連携というのは非常に大切なことであると思いますし、あの、そういう、しっかりとですね、そういう部分で、あの、ニーズを把握していっていただきたいな、というふうに思うところであります。 でまたですねあの、まあ、私の地元の北影谷公園でですね、あの進めて、えー、いただいてますあの新たな公園運営のモデルあのの、まあ、そういう部分の,あの共同研究でもですね、あの地域から、まあ、多くの、まあ、多世代の方がですね、参加をして、まあ、地域が主体となった、まあ、公園運営について検討していただいているところであるかという,ふうに思っておりますがあのこのようなあの、まあ この新たな公園運営モデルというのは非常にあの私もあの参加させていただいたりとかもありますけれどもあのあのすごいあのいい形での、えー、モデルだなというふうにも感じているところでありますしあの、まあ、そういう部分をしっかりと広げていっていただきたいなという部分もあるんですけれども、まあ、こういうふうに直接子どもの意見を聞いたり、えー、そういうふうなことをされているようなことっていうのはあるんでしょうか。長,田室長 えー、子供北垣谷公園における子どもたちの意見の聴取についてのご質問かと思います、えー、北垣谷公園の取り組みにおきましては、えー プロジェクトチームに参加いただいているメンバーの内訳がですね、自治連を主体といたします、藤の森学地域力アップ全体会議でありますとか、公園に隣接してお住まいの方、また子育て世代を中心とした公園利用者、こういった多世代にわたる、また多様なメンバー構成となっております。こうしたメンバーによります公園の施設配置や使い方、 こういったものを検討する中においてニーズ把握は欠かすことができないとこれはプロジェクトチームでも共有してございますこれまでプロジェクトチーム会議は8回開催しておりますけどもこの中でも特に子育て世代が中心となって検討は進めていただいておりますそういった中でニーズ把握につきまして積極的に行っていただいておりましてですね例えばですねこのプロジェクトチーム会議のメンバーがですね牧泉寺で開催されました地域イベントですね、まあ、こういったものにチームとして 参加したしさしていただきまして、地域の子どもたちから直接ですね、ご意見をいただくこういったことも実施してございます。今後も引き続きですね、同じように機会あるごとに子どもたちからもですね、ニーズ把握に努めですね、北川木公園がより良い公園となるように地域とともに検討を進めてまいりたい。このように考えてございます。以上です。高代議員。はい、ありがとうございます。まああのさて子どもの意見を取り入れていただいたりとかですね、あのまあ検討していただいている。 えー、そういう点についてもあのよく理解をさせていただいたところであります。あのこれからもですねあのこの北川家公園だけではなくてですねまあ、その他のまあ、公園においてもしっかりとまあ、利用者のニーズを把握していただいてですねあのこの子どもの中、えー、公園魅力アップのプロジェクトをまあ、取り組んでいただきたいなというふうに感じるところであります。で先ほどですねあのまああの、えー、松田委員からも。えー 山科区での,あの取り組みなどもあいろいろとあったりとか、この洛西、えー、最高プロジェクトであったりとか、人口減少についての取り組みについていろいろとあ,のあ,あったかと思いますが、あの先ほど、えー、松田委員からご紹介あったとおり、あのまあ、山科と含めて、あの不見も少し人口減少になっているところでありますが、あの伏見はですね、あの まあ、先のニュースでもあった通り、あのまあその伏見港のえー、伏見工業の跡地にま大規模なまあ、住宅があったりとかしてですね。これから先にあの未来にですね。多くの、えー、家族であったりとか、まあそのそういうあの子育ての方々が住まれるような可能性が、えー、だいぶ、えー、ある状況であります。だからこそですね。やはりあのこの伏見区において、あのこういう公園整備。その子供たちが。 笑顔で遊あの楽しめるですねそういう公園整備をやはりあのその可能性のある伏見区でもしっかりと取り組んでいただきたいというところはあの同様に私からも求めていきたいなというふうふに思うところでありますがそういうあのこのまあ大規模な住宅とかそういう部分が取り上げられる、まあ、今だからこそですね、まあ、伏見区にしっかりと取り組んでいただきたい。えー その点について最後、えー、所見を伺って終わりたいと思いいます長田室長はい、ありがとうございます、えー、伏見区におきましても、ですね非常に人口減少が進んでいるということは承知してございます、また、公園が非常に多い行政区であるということもあります。 これからです、ね、いろいろ東北林センターのお話でありますとか、今ご紹介いただきました伏見工業高校の跡地の活用でありますとか、今後いろんなことが進んでまいりますので、周辺に公園等、ですねまた多い公園につきまして、できる限りですね総合的な判断にはなるかと思いますけれども、しっかりとですね取り組みの中には検討してまいりたい、このように考えてございます。以上です はい、ありがとうございます。あの、まあ、前向きに答弁いただいたというふうに、えー、受け取らせていただいた上でですね、あの、しっかり、ま、可能性の、えー、非常に高い、えー、伏見区であると私自身は思っておりますので、えー、その上で、えー、共に、その伏見区の発展、そして京都の発展に取り組んでいきたい、えー、その、えー、ことを、あの、私からも要望と、えー、意思表示させていただいて終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。以上です。進行いたします。中野委員。 どうぞえではあ時間もあんまりないので簡単に、えー、一つあの先ほど他の委員とのやり取りの中でその、えー、公衆便所と 性犯罪の抑止というふうな部分のやり取りがありました、その時の答弁で、その京都市の標準式のトイレであるというふうな話でしたけれども、具体的に構造としては、出入り口が1つで、中で分かれていると、まあ、こういうふうな構造でよかったですか。田室長田、はいえー、標準系のの仕様の構造ですけども ブースは3つ分かれておりますが、そのブースに入る扉が同じ1つの空間で集まっている、このようなものがこれまでの標準形になってございました。中野井、ブースが3つある、で、でえ出入り口は1つ出入り口はつで中で分かれている、お風呂屋さんみたいな感じ。中田委員 はいすいません、えー、と入り口はちゃんと3つ分かれておりますが入り口がある空間が1つのところで三方に分かれて、えー、入り口があるというところでございます。中野委員ということはこの境谷公園と新林池公園も両方ともそういった作りになっているということですかね。中田委員 はい坂谷公園につきましては作られた年代が非常に古くですね構造が標準形ではなく昔に作られたもので男性用の小便器が2機それから教養の大便器が2機。 ということで、えー、非常に古いタイプになっておりまして、えー、入り口といいますか通路もすべて共用されているようなものでございます、えー、なのでこれをすべてあのリニューアルしていくということになりますそれから新米市議公園につきましては今と同じ、えー、今ご説明したような構造にはなってございますが様式化されてない便器があるというこういうものでございます以上です中野委分かりましたということはあ境谷はあ古いやつね一つの 一つの出入り口で、えー、中で分かれてるあちゃうわもう男性女性全部みんなで一緒に使おうってやつですねはい分かりましたまああのどちらにしろねあのまあそのやり取りの中でちょっとあの思ったのがあのまあ共有って明日変えられるものではないと思いますあのお金的にもおそのお構造的にも、えー、ですんであのぜひねあのそこはそのきっちり答えていただく中で 例えば、A. T. M. についている、あの鏡をつけるとか、啓発の。ポスターを貼るとか、まあ、いろんな工夫ができるかと思いますので。ぜひ、そこは、そういうふうな形での、えー、答弁をしていただけたら、というふうに、あの希望したところです。で、もう一つ、えっ、ー、と、この落内、洛、ああ、洛西ニュータウン内の街路樹ですが。まあ、あのあそこの街路樹は。 あの本当非常に羨ましいぐらい、えー、生い茂っていてあの木陰ができていて、えー、でよくあのおっしゃるようにねあの春夏秋冬をきっちり感じられる、まああいうふうな空間というのは本当に羨ましいです。でまあ、今回この700万取られて、まあ、剪定伐採値上がりの解消というようなことでございますけれども、えー、これで足りますか 浅山緑政策推進室事業促進担当部長、はいえー、今回、補正予算としましては、止、え、め、ー、700万円を計上させていただいていますが、えー、当然、当初予算の中で、えー、街路樹の育成管理という中で、えーえー、予算も確保させていただいていますので、今回は、えー、落差に限定してプラスアルファという形で、700万を加えさせていただいていますが、えー、そういう今ある予算をしっかりと活用させていただきながら、しっかりと管理をしていきたいというふうに考えております。 特にあの大事にガイルを育てていくとやはりあの長生きする部分がありますす長生きすればするほどその値上がりとかあその歩道が盛り上がったりとか、まあ、いろんなケースがあるかと思います、えー、その後に対応されるよりもそれを想定する中で、えー、ある程度事前に、えー、手当てされていることで、えー、追加でかかる経費を抑えられると。 ということもあるでしょうし、えー、合わせて、えー、歩道を通行される方が、あまあ、その危険性も含めてあの、歩かれるというふうなことがあるかと思いますので、ぜひそこは先読みされる中で、まあ、この700万、あの有効に使っていただけたらというふうに思いますが、最後。浅山担当部長 はいえー、と値上がりの関係なんですけどえー、とこれまでから街路樹の植え替えをしたりとか新たに植栽するときにつきましてはその街路樹のマスのところで周囲5 0センチほど防根シートということで根が地下の方向に誘導するような形で対応させていただいておりまして。えーとまあ えと逆に以前からの街路樹につきましては、そういう形の値上がりが発生しやすい状況はあるんですけど、今後、植え替えていくとか、新たに植栽するときは、そういう形のえ工夫をしながら、街路樹の予算っていうのもえ提言できるように、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております以上でございます以上で、発言を通告された方の発言が終了いたしました。 これで建設局の審査を終わります理事者お疲れ様でした次の教育委員会に対する審査は理事者が入室でき次第始めますのでしばらくそのままお待ちください それでは教育委員会の審査を行います理事者説明願います和式総務部長着席して説明くださいありがとうございますそれでは令和5年11月しかに提出しております教育委員会関係議案のうち予算特別委員会に付託されております3件につきましてご説明申し上げますまず議案説明資料ナンバー2の議7ページをお開きいただきますようお願いいたします 議題四十七号京都市教職員の給与勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますまず一条例改正の趣旨でございます本市人事委員会からの勧告及び地方自治法の一部改正の趣旨等を踏まえまして本市の他の常勤職員の例に順次教職員の給与について改定しようとするものでございます 2、条例改正の概要でございます。両学校1、常勤教職員についてでございますが、あ、給料表の改定におきましては、国のモデル給料表、および本市の他の常勤職員の改定内容を勘案し、教職員1人当たりの給料月額を平均1%引き上げる改定を行うものでございます。い、e、期末勤勉手当の改定につきましては、市内民間事業所における支給状況との均衡等を考慮し、期末勤勉手当の支給付き数につきまして、 定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員で年間0.1月分定年前再任用短時間勤務教職員で0.05月分引き上げるものでございますなお引き上げにつきましては期末手当及び勤勉手当にそれぞれ均等に配分することとしております うその他の規定整備につきましては、給料表の改定等に伴い、昨年12月に議決いただきました、令和6年4月実施の給料表の改,定改正規定等に係る規定を整備するものでございます。次に両学校に会計年度任用職員でございます。あ、勤勉手当の新設でございますが、地方自治法の一部改正の趣旨等を踏まえ、会計年度任用職員に新たに勤勉手当を支給することとするものでございます。 その他の規定整備でございますが、勤勉手当の新設に伴い、求職者の給与等にかかる規定を整備するものでございます。議8ページをご覧いただきますようお願いいたします。3の施行期日でございます。先ほどご説明いたしました2の両学校1、常勤教職員にかかる改正につきましては、交付の日としておりますが、中期のとおり2両学校1、あ、給料表の改定にかかる改正は、令和5年4月1日から、 2両学校1の E 期末勤勉手当の改定にかかる改正は令和5年12月に支給する期末勤勉手当から適用するため条例改正後これらによる引き上げ分を訴求して支給することとしております。 なお令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における会計年度任用教職員の給料月額につきましては2両学校1や給料表の改定による改正前の京都市教職員の給与勤務時間等に関する条例の規定によることとする経過措置を実施いたします次に2両学校2会計年度任用教職員にかかる改正につきましては令和6年4月1日としております 議題147号のご説明以上でございます続きまして議案説明資料ナン No.2 の議13ページをお開きいただきますようお願いいたします議題149号京都市立学校管理業務員の給与の特例に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますい1条例改正の趣旨でございますが 本市人事委員会からの勧告及び地方自治法の一部改正の趣旨等を踏まえ、本市の他の常勤職員の例に順次、管理要務員の給与について改定しようとするものでございます。2、条例改正の概要でございます。両学校1、給料表の改定につきましては、本市の他の常勤職員の改定内容を勘案した改定を行うものでございます。両学校2、その他の規定整備でございますが、給料法の改定等に伴い、 昨年12月に議決いただきました令和6年4月実施の給料表の改正規定等に係る規定を整備するものでございます3、施行期日につきましては交付の日としておりますが中期に中,中期のとおり2、両学校1、給料表の改定に係る改正は令和5年4月1日から適用し条例改正後これらによる引き上げ分を訴求して支給することとしております なお令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における会計年度任用職員の給料月額につきましては2両学校1給料違法の改定による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定によることとする経過措置を実施いたします。まままた参考に記載のあります通りりすす別途行財政局が提出しております議題号 京都市職員給与条例の一部を改正する条例の制定に伴い会計年度管理業務員につきましても新たに勤勉手当の支給を可能とすることをして,して,しているところでございます議第149号のご説明以上でございます続きまして議第136号令和5年度京都市一般会計補正予算につきまして別に配布させていただいております資料をご覧いただきますようお願いいたします 今回の補正予算につきましては昨年9月13日に提出されました人事委員会勧告を受け教育委員会が所管しております私立学校、幼稚園の教職員や事務局職員等の合計約8670人分にかかる給与費の増額支給分といたしまして9億2100万円の増額補正をお願いするものでございます。 人事委員会勧告の主な内容及び各公衆等の補正額の内訳につきましては資料に記載のとおりでございますご説明以上でございますご審議いただきますようよろしくお願いいたしますそれでは質疑のある方は挙手願いますここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます谷口委員中野委員江本委員以上通告漏れの方はおられませんかでは順次発言を許します谷口委員 どうぞよろしくお願いいたします、えー、私の方からは議第147号京都市教職員の給与勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご質問させていただきますあの、まあ、教職員の働き方とかまたあの不足のことなど、まあ、文教育委員会の方でも質問させていただきました本当にに教職員のの皆様にはあのやはやり給与の各あの、まあ 値上,がり値上げというか、やっぱり確実な生活も必要かと思いますので、必要なことかと思っております、えー、教職員の給与改定について、まずあの今年の、えー、市の人事委員会勧告の状況を改めて教えていただきたいのと、またこうした引き上げの勧告を踏まえて、えー まあ日頃、頑張っていただいている教職員の方々に、給料表を書いてはどのような考え方で行われたか、お聞かせいただきたいと思いますおかしい総務部長まず今年度の市の人事会の勧告の内容でございますけれども、令和5年9月13日に勧告がございまして、給料表の引き上げ、4年ぶりの引き上げでございましたが、公民格差、民間との差が3770円。 また、えー、期末金勉立てボーナスの引き上げにつきましては0 5 1>, 1月分年間4.4月が4.5月にということでこれにつきましては2年連続の引き上げとなったところでございますまたこうしたことを受けましてあの実際にあの教職員の給料表をの改定についてでございますけれども、えー、給料員の給料表につきましては市の行政職の給料表の改定内容との均衡、えー、とともに全国人事委員会連合会というところは作成しておりますあの教員のモデル給料表というものがございます、えー、この2つを勘案して、えー、教職員の給料表についての改定を行ったところでございます して本市におきましては1 4600円から1800円の範囲でにわたりまして給料表の改正を行っているところでございます市の給料表の改正につきましては8000円から2500円の改正でございましたので、えー、若干その範囲というのは異なってくるわけですけれども教育職につきましては 若手若手また初任給、そうしたところにより重点的に積んだ給与表の改定を行ったと、まあそうした内容になっているところでございます。以上です。谷口員？ええー、先ほどお答えの中にありましたあのまあ初任給なんですね。あの文教博国民会の時にもちょっとあの質問させていただきましたけれども、まあ多くの民間企業が初任給引き上げている中で、やはり教職員の 新任、まあ、初任給ですね。引き上げは必要かと思っております。まあ、優秀な人材を確保するためにも必要かと思うんですけれども。まあ、どの程度の額が実現されているかということと、まあ、具体的に大体おいくらぐらい。する、あの初任給はいくらぐらいするのか、ちょっと教えていただきたいと思います。足木総務部長。学校の先生、鹿児島の初任給の額だけを持って、あの、あの。 試験するところを受けあの教育に関心を持って受けていただいている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども初任給の額についてはあの非常に重要というふうに考えているところでございます、まあ、そうした中で先ほども少し申し上げましたけれども初任給につきましては,市,しては市の行政につきましては8000円としているところ1万2500円。 を初任給としてアップすると、まあ、そうした給与表にしているところでございまして、まあ、その結果、あ来年度の初任給につきましては、大卒、新卒ということでございますと、お初手当て含みまして25万5226円、えー、今年度が24万4万3526円でございましたので、ね、まあ、そうした分あの、アップしていると、まあ、そうしたところでございます。以上です谷口委員 だ,だいたいまあ、ね、民間の企業と並んできたかなやっぱり優秀な、ね、人材に来ていただきたいというそれが子どもたちの、ね、学びにつながると思います、えー、とそれとあとあの、まあ、教諭と、まあ、講師働き方は大体一緒でいらっしゃると思うんですけれども、まあ、給料には差がある、まあ、それはあの、まあ、採用人数の定数などがあってあのしょうがないということだと思うんですけれどもやはりこういう厳しい 財政状況の中でも、まあ、同じ働き方をされている教諭と講師の方にも、やはり少しでもまあ差がないようにお願いしたいなと思っております。えー、次に、まあ、会計年度職員に対する勤勉手当の新設についてお聞きしたいと思います。まあ、学校では、あの教員のほかに非常勤講師とか、いろんなあの学校のね、皆さん、あの子どもたちを支えてくださっている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この。 えー、支給対象となるのは、まあ学校現場ではどんな方が具体的に、どんな方が職の方がに手当てっていうんですかね、えー、支給対象になるんでしょうか。加築部長、えー、会計年度職員に係るあの給与の改善についてでございます。学校現場多くの会計年度に応職員働いているところでございます。えー、このうち 来年度の改定といたしまして、任期6ヶ月以上、かつ週の勤務時間数が15.5時間以上である会計年度任用職員、これは本市の他の会計年度任用職員に準じた取り扱いでございますが、そうした方には勤勉手当を支給するというところでございます、具体的には非常勤講師で一定の時間入っておられる方、また会計年度任用の管理、業務員、給食所に、そういった方々が対象となると。でまあ ごく短時間入っておられるあの様の支援員の方と、もうそうした方につきましては対象とならないと、まあそうしたところでございます、以上です谷口委員こう。担い手不足、教員の担い手不足があってまあ指摘されていることなんですけれども、えー、9月司会の補正予算において、ペーパーティーチャーとも言われている方ですね、まあ潜在的な方、あのーまあのま今度、 教職に就くときに不安を軽減するために教職スタートパッケージが創設されたとお聞きしておりますけれども、まあ、現在状況をお聞かせいただきたいと思います橋木部長。教員の担い手不足、また補充不足ということが大きな課題になっているといころでございます、そうした中で補正予算いただきまして、えー、潜在教員を確保する対策というのを行っているところでございまして、えー いつでもどこでも誰でも視聴できる教職に就くにあたっての説明動画の配信ですとかしばす地下鉄で貼っておりますあのポスター。 ありますとかまた、の教師・教師塾と連携した取り組みといたしまして、一部のコンテンツ、講座、まあ、こうしたものを無料で受講していただくことができるとありますとか、まあ、そうしたことをすでに実施しているところでございまして、まあ、そうしたものを見て講師登録をしてきたという方もいらっしゃる状況でございます。ままたあのの用後すぐに教団にに教立つととというこでではなししし週間を目処としまして校内での 業務の準備ですとか、事業の補助とか、まあ、そうした緩やかにあの教団に立っていただくような、そうした取り組みをしているところでございまして、すでにあのそうした制度を活用して、すでに5名の潜在教員の任用につながっていると、まあ、それぞれあの何十年か前に京都市で講師してたけど、久しぶりにやる方でありますとか、あの全然違う講師でやってた方が初めての講師に使われる方とか、まあ、そうした方々があのそうした任用につながっていると、まあ、そうしたところでございます。以上です谷口 本当にあの長年、ね、あの休んでおられた方にとったら急にこう現場に出られるとなるとちょっと不安なところもありますしまた今度、受け入れられる学校側もあの、ね、こういった潜在的な先生方は復活していただいたのは嬉しいんですけれどもやはりこういったあの使用期間というんですかねそういったゆっくりとして、えー、またこれは子どもたちと現場ではあの触れ合っておられるんですね。橋木部長 はいあの、任用されて、あの子どもたちとあの触れ合っている、い、まあ、そうしたことについてはあのやっていただいているところでございまして、あのそうしたことも含めて、あの慣,れて慣れていただいてあの、教団に立っていただきたいというふうに思っているところでございます。以上です。金 先日、あの文科省の方に自民党市議団といたしまして要望の方に行ってまいりましたやはりあの教員不足ということであの文科省の方にもしっかりと意見書を提出してまいりましたけれどもやはり私としても、まあ、教員が増えることで育休とか産休とか専攻加配がやはりしやすくなっていくと思いますのでそういった、えー、まあ人材確保来年度に向けて取り組みとかまた働き方改革ですね、えー、先生方が生き生きと とまあ子供たちと接していただけるようにしていく取り組みなどお聞かせいただきたいと思います。貸し切部長、ありがとうございます。やはりあの抜本的な定数の改善というのは大事でございますけれども、先生今お話ありましたようにあらかじめ休まれる休みに入られる先生がいらっしゃることを想定して、えー、あの。 先生方を学校に配置しようとそうした取り組みも必要というふうに考えておりまして、例えば、余裕を持った学校体制を構築するための予算要求といたしましては、年度初めに、そうした定数を超える部分について、講師として任用して、なんとか配置することができないかとか、そうしたことを今、検討しておりまして、来年度の予算要求、そうしたものにつなげていきたいというふうに検討しているところでございます。引き続き、ご指摘を踏まえまして、そうした先生方の働きかけにつながるような取り組み、また、人員の配置ということにつきまして、 取りりてまいりたいたともう本当に全国的に、まあ、教員不足ということで、まあ、少子化でもありますけれどもやはりあの先生方になる方もだんだん、まあ、少なくなっていくっていうのは当たり前だとは思うんですけれどもやはりこれから の子どもたちのためにしっかりとあの先生方の働き会えとかしっかりしていただきたいなと思います。えっともう一回あの、まあ、あの教職スタートパッケージの打出しの件なんですけれども、まあ、これから、まあ、たくさんの方が募集に応じてくださればいいんですけれども、まあ、こういった取り組みはこれからもされていくんでしょうか。橋木部長 恐縮スタートパッケージにつきましては、今回、単発で行うのではなくて、来年度以降も引き続きあの重要な取り組みとしてあの継続していまいりたいというふうに考えております、以上です。以上です進行いたします中野委員 よろしくお願いします。ますあ、高、はい、野委員。えー、まああの今回ですね、えー、出てる議案含めてですけれども、その勤務時間というふうな名称が条例案にも入ってますが、特に今回あの言及されてないのは何か理由がありますか。橋木部長。 あの今回の改定につきましては、勤務時間につきましては、内容につ,ついてはあの変更はございませんあの、そうしたものを定めている全体の条例ということで、まあ、条例名としてはそうしたものになっております、今回の改定につきましては、そのあたりについてはそのままということでございます、以上です。 その初任給だけでなくそのおまあやる気とか志とか魅力とかまあそういったものがその京都市の教職員を選んでいただくまあ大きなファクターであるというふうなことでもございました。えー まあ当然、そのお給与も大事なところではございますけれども、先ほどのやり取りの中で、その職場での働き方、そして魅力ある職場化、ここも大きく左右するところだと思います。で、残念ながら、そのマスメディアでは、2021年度は精神疾患、精神 をメンタルでお休みになってらっしゃる教職員の方が過去最多というふうなことでも伺っておりますで一方で先ほどの答弁の中でそのお休みされる方も想定する中で採用されて学校に配属されるというふうなところでもございます。 えーまあ、当然ではございますけれども、メンタルでお休みになってらっしゃる方を、えーまあ、どうケアされるか、ないしはメンタルでお休みになる前に、えー、ケアをされて、えー、それを回避されると、まあ、こういうふうな取り組みももちろんされてらっしゃると思いますが、えー、この、えー、メンタルでお休みされていると、まあ、ここについての分析としてはあ、どういったことが原因なのか、皆さんの方ではあお分かりになってますか。部長 ただいまお話いただきましたとおりあの精神疾患で休まれている先生、京都市としてはあの非常に多い状況もあの統計の数値でございました、そうした対策が非常に重要でございます、まあ、全体的な勤務時間の縮減につながるような取り組み、あの非常に重要なところでございますけれども、まあ、この間、働き方改革といたしまして、あの まああの人の配置はもちろんあの学校の電話対応時刻の短縮でありますとかまあ部活の中学校で言いましたら勤務時間内に部活を終わらすようでありますとかまあのそうした取り組みをしておりましてあのこの間、超過勤務の時間数につきましては着実に少しずつでありますけれども減っているところでございますでまあ具体的にあのメンタル休まれる先生できればあの休まれないようにあのしていくことが大事かというふうに思っておりましてまあそうしたあの日頃の管理職の 年間期間を設けての面談でありますとかまた教職員がいつでも相談に行けるような相談窓口の設置でありますとか、まあ、そうしたこともしているところでございますまたあのチーム担任制ということでこの間特にあの若手の先生があの仕事困られて休まれるケースもあの増えておりますので例えばあの採用されていきなりあの担任を1人で。 クラス全部見るのではなくて、あのチーム担任制ということで、いくつかのクラスを何人か、ベテランの先生も含めてあの持っていただく中で、まあ、そうした負担軽減もはた図っていけるのではないかと、まあ、そうしたことで、今年度21校でチーム担任制というのが、あまだ試行的な段階ではありますけれども、そうした取り組みもしているところでございまして、さまざ、あ、まな取り組み、あのこれという特効薬があのもちろんあるわけではありませんけれども、あの 働き方改革また、そうした先生方ができるだけ休まれないような休んでもすぐにサポートして復帰いただけるような取り組みとそうしたことをしていきたいというふうふに考えているところでございます。以上です中野委員特に大学を卒業されて えー、すぐにに先生なななられる方が少なくたなな、まあ、多分ほ,ほぼそういった方が多いと思いますそうするとまあ社会的な経験ということになるとアルバイトをしたりとかボランティアにされたりとか、まあ、そういうふうなあチャンスしかなくて逆にそれらをされてない方にとってみれば改めてその学校の教職員になられるっていうのが初めての社会の現場でしかもそれがその単にあの工場で物を作るということではなくて、えー、子どもとのやり取り また親御さんとのやり取りまた先生同士とのやり取り、まあ、いろんなケースがあるかと思います、えー、子どもの,の悩み事を解決するためにスクールカウンセラーというのは置いてらっしゃると思いますけれどもぜひその先生も当然ですけれども人間でもありいろいろ悩まれるところもあるかと思いますので、まあ、特にそのチーム担任制っというのは非常にその、えー、先ほどのやり取りもありましたけれども効用があるというふうに伺ってます。 一人で右も左も分からない中で子どもと向き合うでもこういった状況はどうかああいった状況はどうかその初めてのケースばっかりに直面してなかなかその解決策を自分で編み出すことはできないそれがこの自分自身を追い込んでしまうというようなことにつながっているかと思いますので、まあ、ぜひそこのチーム担任制を積極的に展開される中で、まあ、こういった、ね、そのメンタルでお休みになる方が減るような。 取り組みをしていいたただけたらと思いますで、まあ、特にチーム担任制するためには文字通り人数を増やさなければならないというところもあります、まあ、一方でその,この限られた予算の中で新たにあの人を雇うということは難しい部分があるかと思いますので、まあ、先ほどの,その先生を退職された OBOG の方の再雇用とかあのアドバイザーとして来ていただくとか、まあ、そういうふうな取り組みもされてらっしゃると思いますが、まあ、この辺についてお伺いします。 木部長はいあの今お話ありましたと、チーム担任制、やはりあの一定余裕があった人員で、そのチームを組む方が効果が出るというのは、これはもう間違いないところでございまして、ただ、あの教員提出というのは、あの限られている部分もございます。今お話ああありましたようにあののの様々な退職の教員あの 講師とか、そういう形でなくてもあの、サポートいただけるようなあの形もあろうかと思いますので、まあ、そうした地域の方も含めてということになろうかと思いますけれども、さまざ、あ、まな方々に教育に関わっていただく中で、えー、チームがあー効果的に運営されるような、まあ、そうしたことにつなげていきたいというふうに考えているところでございます。以上です中野委員あの、まあ、さ一番最初初にに、ね、ささんががご答弁されたようにその初任給だけがあ 初任給の額だけではなくてその魅力とか職場の雰囲気それから志、まあ、そういったものが京都で教職員になりたい。 そういうふうういいふなななつの大きな要素になるというふうなことこでもありまえばぜひそういった今は試みの取り組みというふうなことではございましたけれどもチーム3人制含めてですねそういった先生がメンタルでお休みになるただ短期で復帰されるまたそういった状況にならないような事前の防止策を打つまたその先生自身がお互いにフォローし合ってお互いに流る。 続きできるような職場環境を育む。まあ、こういった部分でですね。ぜひ、あの、積極的に、まあ、今後も取り組みを進めていっていただけたらというふうに思います。おります。進行いたします。江本委員。江本委員、どうぞ。よろしくお願いします。 えー、議第147号、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例等の一部に、えー、改正について質問させていただきます、えー。会見年度任用教職員の改定適用時期ですが、えー、労使合意に基づき、今年度改定分までは翌年度改定にするとのことですが、えー、これ、労組の方から、 今年度から、えー、訴求適用してほしいという要求は上がっていたのでしょうか。部長。あの要求としてはあの受けているところでございますけれども、あのまあ会計年度任用職員が制度が導入されたときの,の労使の合意事項もございますし、まあ、今回も最終的には6年度からの改定と、まあ、そうしたことで、最終あの話としてはまとまっていると、まあ、そうしたふうにあらわれるは認識しているところでございます。以上です。 いい はいまあ、あの増額の場合も、減額の場合もあの、今年度改定分までは翌年度改定とするということ、労使合意というふうにあの、まあ、あのなっているかとは思うんですけれども、増額がね、えー、国から、まああの、除菌職員の取り扱いに準ずるというふうなあの通知が出ている中では、えー、増額したときはあの、今年度から適用していただきたいなというふうに 思います政令市の中では、仙台市、広島市、北九州市、熊本市長岡、名古屋市、大阪市、堺市、神戸市、新潟市がこの会計年度任用職員の今年度から即急改定をいたします、川崎市は今年度12月1日から適用するとのことです。京都府も 今年度から即休改定をいたします。えー、これね、あの、先ほどそういうふうにあの合意をしているというふうにおっしゃいましたけれども、他都市では、あの、即休をしている。やはりこれ、京都市も、あの、適用するべきではないかと思うんですけれども、えー、されない理由というのを、あの、教えていただきたいと思います。歌手木部長。えー、 政令市あのそれぞれのご判断というのがあろうかと思います京都市におきましては、先ほども申しましたけれども、まあ、制度導入時の,あの組合との合意事項、また今回もあのもちろんそのやり取りは市全体としてあのやり取りされているわけですけれども、最終的には翌年度からの適用と、まあ、そうしたもちろんあの会計年度任用職員自体の処遇改善、まあ、そうしたものは我々としても認識はしているところでございますけれども、まあ、これにつきましては、さまざまな経過も含めて来年度から適用していこうと、まあ、そうしたふうに考えているところでございます以上です。 元委員あの国からね、えー、本当にこの,あの常勤職員の取り扱いに準ずるというふうなあの通知が出ているので、えー、京都市もあのやるべきだとあの思います。 あと、常、えー、勤教職員の給料についてですが、えー、京都市は先ほど、初任給を1万2500円上乗せをされたというふうにあのご答弁いただいており、あの答弁されましたが、あのそれでも、ふとの差というのは、えー、これ、初任給でも5000円以上あると聞いています。35歳前後までの差が一番大きく、8000円ぐらい開いていると聞いております。 えー、2017年度に府から市へとあの移管されてから、差が生じております、えー、この府との、えー、給料の差について、えー、どのようにお考えなのか、お聞かせください。部長、えー、京都府ともともと平成29年度に給与移管されるまでは、まあ、同じ給料適用でございましたので、まあ、それが今あの、移管されてから。 え3回分ですね、改定の,のあるなしということで、あの差がついているところでございます、まあ、これについては私,私ども、課題というふうに認識しているところでございますし、今年度につきましては、京都府よりも少しわずかではありますけども、初任給については積んでいると、差は,差は若干詰めたということではありますけれども、まだまだ差はあるところでございます、あの引き続きあの課題として認識はしながら、あ全体として教員の処遇改善、これには努めていく必要があると、まあ、そういうふうには認識しているところでございます、以上です。山本委員 はい本当にねあの先生足りない問題深刻です教職員の処遇改善これは喫緊の課題ですぜひこの不との差もねあの縮めていただきたいとあの思います以上です以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしましたこれで教育委員会の質疑さを終わります理事者お疲れ様でした委員の三河さんはもう少しお残りください 以上で予算特別委員会第二分科会における審査を終了いたしましたなお委員長に提出する分科会報告の分案については政府主査にご一人願いたいと思いますがご異議ございませんかご異議なしと認めそのようにいたします報告捜を作成し7日木曜日に委員長に提出し委員長からその写しを各委員に配布していただくことといたします次に不宅議案の取り扱いについては各課等でご検討いただき11日 月曜日に開会する委員会で討論を結論いたしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。以上で、よそわ特別委員会第2文化会を参加いたします。委員の皆さん、お疲れ様でした。